フェドローのキャンプ前半気になった選手たちセリーグ編一発。ニンニンニン。キャンプね。はい。まだ第2クールの途中ですか。途中だね。うん。各チームね、非常に毎日楽しく拝見させていただいてますよ。はい。もう YouTube もあるし、うん、もう夜のもう各ニュースとか大変追うのが。もうそうね。YouTube でやりすぎ。やりすぎ。はい。急だ。そんな中ね、まあ、時間があれば見るじゃないですか。はい。もちろん。そういった中で。うん。あ、ちょっとこの選手ブレイクしそうだなとか、あ、はい、この選手今年ちょっと覚悟違うなとか、うん、そういうのを感じた選手をね、まあ僕簡単にまとめてきたんですけど、はい、カイロさんもあれば、あ、なるほど、各球団で追加してください。はい。それではですね、どこから行こうかな。じゃあまずジャイアンツから行っちゃうか。ああ、行きちょうだいちょうだい。ジャイアンツね、うん、結構あドラマティックベースボールってやつかな、なんか、ね、ジャイアンツのチャンネルって、巨人チャンネルもあるけど、ああそうだね、とかで、まあ、実際はね、うん、積んでないんで何とも言えないですけど、うん、ブルペンの状態だと、はいはい、堀田選手やばいね。ああ、堀田選手すごいね。やばい、うん、堀田選手、うん、手足めちゃめちゃ長くない？いや、そうなんだ、タッパもあるからね。ああ、で角度もあるし、うん、そう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 。だから僕なんかオリックスの平野選手なんかをなんかちょっと重ねてみちゃった。ああ、なるほどね。フォーク投げんのかな、コーチスポーツの、うん、バンキシャ高橋由伸、村田慎一太鼓も押してるもんね。バンキシャではないですけどバンキシャじゃない、バンキシャじゃないんで。はい、バンキシャみたいな人はいますけど、村田さんとか俺キャンプ地で見たらスタッフの方かなって絶対思うよ。あのなんかジャイアンツキャンプボールを食べてたら本当だな、陽気なおじさんがいる。陽気なおじさん、ホット選手、うん、これも支配下でしょう、まあ、間違いない、間違いないよ。実戦で大やらかしやらかさない限りね。そうだね。あと不祥事ね、押さなければもう内定はされてるような状態ですよね。あ、もう絶対もうバブル生活頑張れよ。そうそうそう。あとも山崎より選手ね。ああ、まあまあ、もうこれはもうもともとね、うん、この2人トミー・ジョンが決まっててもドラフト2位で取った選手ですから。ああ、だからプロがね、当時は俺は北総園出たんだけど、ああそうそうそう、それがちょっとブレイクとなる。全国1億、ね、2000万人の1億2000万人のジャイアンツは謝らんっていかんかもしらんな。一見握手に見える、その一手が。そうそうそう、そう聞いてきたって。2年後に聞いてくる。超怖い。超怖い。グテ。そうなるとだ。はい。やっぱり、この堀田山崎、この二人が先発に入ると、うん、メリットも出てくるよね。山口選手、容赦なく後ろ。いや、そうっすよね。なんならまあ、守護神候補にも入ってくるぐらいじゃない。うん、いや、本当に。いや、誤算、これは。悲しい誤算。非G党からしたら。そうだね。もうこれちょっと、最終的な順位予想、現状、赤丸球場。まあそうね。まあオープン戦見てたよね。そうそうそう。この2選手は。そう、あくまでそう。ま、実戦投球がまだないですから、ほとんど。次どこ行きましょうか。あの、ヤクルト行っちゃおうか。はいはいはい。去年の覇者。小僧？石川。いや、石川いいでしょ、もう別に取り上げなくて。大投手。いや、違うのよ。え？やっぱり例年、うん、ベテランにもかかわらず仕上がりは早い。あ、石川選手早いか。でもね、コメントとか見ててもね、うん、開幕投手狙うって言ってるからね。いや、それじゃないとダメだと。いや、開幕投手狙わないとローテにも入れないってことでしょ。そう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 。でも2日目から100球とか投げてるからね。いや、すごいね。やばいよね、あの年で。アンチエイジングやばいよね。200勝かなり厳しい条件ではあるんだけど。ああ、それは達成してほしいよな。達成するんじゃない、まあ来年はね、難しいかもしれないけど。まあ、それは来年はないでしょうね。来年、再来年とかは、まあ、わかんないけどね、今年の成績次第で、一気に来年クリアしちゃったりする、まあ。まあ、それこそね、高津監督はね、うん、あの、先発が5回2アウトまで投げたところで、ピッチャーにしかまって、勝ちをね、プレゼントするとかね。そんなルールブックの。狭いところ、そんなに役者嬉しくない。ああ、そうだね。うん、確かに。もう変化球もガンガン投げてるっぽいんだよね。まあ普通はね、第3クールあたりからとか言いますよね。すごい。実戦前から。でなんかね、来るとなんか流しのキャッチャーの人。いや、メガネかけてる。メガネかけてるからあれ癖か。あれ対戦センターのメガネかけてるから。あの人でもキャスターとしてはなんかあるみたい。キャスターもやってんのか。あ、で甲子園とか見てるよ結構。あ、そうなんだ、うん、いや流したキャッター受けて。古田だよ、古田。古田さん、古田だよ、めちゃめちゃ有名だろ。やっぱり絶賛してたね、うん、あの人のキャッチングも健在だった。健在だった。もう股関節ゆるゆるでも
フレーキングする必要はないんだけど、うん、いや、まあ、あれはもう酒のつまみに一番なんだから、うん、コラ日本シリーズ抑えろわ面白いなあの人。あとはなんかまあプチ情報で言うと、はい、青木のりちかバージョンのレイニーブルーがアップの最中に流れたりとかめっちゃ雰囲気ヤクルト、ヤクルトやっぱりほんまにいいわ。いやー本当にな、それはいいわ相当。これちょっとヤクルト今年も上位噛んでくるかなーと思っちゃう、ね、雰囲気がいい本当に。そうだね、どの動画見てもあ、うん、村上なしでその雰囲気だもんね。まだそうなんだよな、うん、今な、そしてじゃあ横浜行きましょうか。はいはいはい、横浜はねやっぱり東投手かな。東投手でしょうね。肘挽回できてるよ。ああそうっすか。もう開幕投手は、まあ、今永投手が一番近いかもしんないけど、うん、他の球団に比べると確定っていうわけではないけど、うん、いやこれ東投手これオープン戦試合であるで。開幕投手そのぐらい肘の調子はもう万全。まあ新人賞ですかね。うん、新人賞新人王か俳優さん三木久さんの方かな俺言ったの。あの人新人賞なんか取られない。俺らも知らねえけど新人時代、うん、東投手見てていいな、うん、であとはやっぱりもう石田黒効果出てるよね。ああそうっすか。走塁意識めちゃめちゃ上がって、あめっちゃ重点的にやってるな、ね、去年最下位ですからねリーグかと思ったらもう過去一で振りまくってるらしいから。石井拓郎は何者なんだ。いやすごいね、攻撃もう全部いってるじゃん。まあそうね、いやだから守備もやってるからな。まあそういう選手でしたもんね。そういう選手でしたから本当超優秀、うん、戸柱選手なんか手に豆ができてなんかそれをカメラに向けてきてたけど、お前オフ持ってるフットガンでよかったんかとか思って今豆できるってことは。そう横浜も良さそうなんだよね。なるほどね、戸柱選手はでかいね。そのすごい、うん、まだ東投手かな一番、うん、うわよ気になったのはね。いやー、うん、ぜひ復活してほしい選手、復活欲しいよな、うん、そしてタイガースいっか。おータイガース蹴る相田さんがなんか予言した通りになってるんで。そうでしょ。なんかマンブリっていうより、うん、ミートあれでもう飛ぶようになった。あれで入んだもん。そう、本当に。だから紅白戦だよね。うん、藤浪投手から。うん。2安打でホームラン1本。うん。で、逆方向。うん、うん、もう、あれでいいんですよ。なあ。はいはいはい。あれ、だから階段の予言ワンブリってよりそのミート、重点。あれやられたら嫌だね。で、たまに、パンって狙ってこられたら、ちょっと投げるとこ。打率改善の雰囲気を感じる。おーいや素晴らしい。まあ、まだな紅白戦1試合しか出ないけど、まあね、実戦で今後どうなるのか、うん、あとはね島田選手なんかもねすごい良さそうと。右投げ左打ちで外野手だね、うん、終盤スタメン、うん、高木ん福本豊さんが絶賛し豊かで間違えんない。そうだろ。福本豊さんの方。いやちょっとあのいや間違えないんだよ。きつい言い方だ。あの豊かで覚えるのやめて。国民栄誉賞辞退したの。辞退立ち損できなくなるからな。立ち損できなくなるから。よう触れとるなみたいな。あ本当。きっちり打球が強くなってるな。あプロがいいんだから本当ですよ。この島田選手ちょっと追加で追っていこうかなと、うん。なるほどね。思いますよ。あとはだから中日とカープか。はい。だ中日5か。中日ね。これはね2月3日に行われた内容なんですけど。はい。知ってます？落合投手コーチ。あストライクテストみたいな。あストライクテストみたいなやつ。うん。みたいなやつというかそうなの。30球10球 ×3 セット30球投げて、うん、ストライクの数、うん、で競う、うんはいはいはい、17人挑戦して、うん、12人は紅白戦、うん、5人は実戦形式のバッティング練習かな、うん、のピッチャーに回るみたいな。ほうだからもう若手からしたらこれ絶対取りたい。そうだねみたいな、ね、かなり2月3日かなり序盤にやってるな。はいはい。でまずみんなが見てる中で、うん、そのプレッシャーの中でしっかり投げれるかどうかっていうのをテストしたかったみたい で、はいはいはい、でこれでね、まあ、1位は岡野投手、うん、30球中25球ストライク入ってたんだけど、うん、僕がおっと思ったのは、うん、高橋宏斗投手ね。出ました2年目、うん、ドライチだよね、うん、とか2位24球と、うん、で、まあ、そのコメント見たら、うん、オフにやってきたことが結果として出てきてる、うん、だからもうまっすぐとかはねもう高校甲子園の時から強かったし、うん、だからコントロールが課題なのかなと思ったら、うん、もうその辺重点的にやってて。あそうですか。まあ、でも2年目でもう一軍帯同ってすごいよな。まあそうね。だ去年はあのオフ、うん、
高校3年生のオフはさ、あの入試対策に追われてたわけだからやっぱり、まあ、入試対策に追われてたから、うん、まあなかなかね難しかったですけど、結果な、いやでもあれ入試対策っていうか面接とかの練習だろ、栄養だろ、それが一番大変なんだよな、慶応の栄養落ちてプロ行ってる、いや本当にこれ過去類に見ないよ実力あると、実力ある、うん、こういう起用法考えてんのかな、またね先発で座ったいっていうところでしょうけどね、だけどな中日も先発陣がなかなか駒が揃ってるから、うん、中継ぎスタートなんかなと思うけどな、ね、そこはもう首脳陣とちょっと話し合いしてもらって、うん、三振も奪三振能力も高そうな選手で、うん、でコントロールも良くなってるってことなんで、なるほど追加です、はいはいはい、はい、そして最後が、我らが広島豊川、いや私は違いますよじゃなくて、なんでよじゃないか、言ってるでしょ、なんでなんでってなんなん、一番ああいいねと思ったのは菊池選手ね、ああ動き切れてる、うん、スイング切れてるっていう話じゃなくて、うん、今年リーダーシップかなり覚悟を持ってやってる、あそうっすか、うん、葉月小園林、うん、この辺の若手のね来年もレギュラー、はいはいはい、確実にしてほしい選手たち、うん、もう個人指導で守備やってるからね、うわーなるほど、それは心強い、うん、で林選手なんか、うん、感覚がもう全部変わったと、だからあの菊池選手レベルになったらサードとかも指導できちゃう、そうなんね、本当かよ、その感覚変わったと、林分からんけどでも小園林っていうのは守備力も改善求められてるからね、まあねバッティングはね、うん、あすごいいいもの持ってますからね、この指導でゲッツーの数が増えれば菊池選手もうわ内野濃くなるね、うん、うん、でこれはなんかバンキシャの人のコメントなんだけど、はい、異例のことで、うん、投手陣の輪に入っていろいろこういうコミュニケーション取ってるシーン見られると、野手がやっぱりその投手陣のそういう連携とかでなんかミーティングしてる場に入っていろいろすり合わせる、うん、これはなんか異例っていう表現はまあなかなかねピッチャーピッチャー、うん、だからもう投打関係なく、おすごいね、もう非常に菊池選手の覚悟を感じますよ、覚悟だね、はい、で最後もう一人ね、うん、中崎投手かな、これは結構キーパーソンって言われてますね、キーパーソンのかなり仕上がりが早い、うん、だからそう仕上がり早くせざるを得ないってことですよね、うん、その具体的に言うと3年ぶりの1軍キャンプ、うんうん、で、ね、6年ぶりらしいんだけどこれは、うん、第1クールで打者相手にピッチングしたと、お非常に仕上がってる、うんうん、早いね、うん、からなこの中崎選手が1人計算できるぞ、うん、昔ぐらいしっかりやれるぞとなるとね、栗林投手つなぐ8回7回、まあ、経験値的に8回とかになるのかな、うん、いやめちゃめちゃでかいよこれは、マジででかい、うん、これはね、ほんと順位1つぐらい変わるかもしれない、うん、中崎選手の価値はトスポなトスポに似てるっていうね、ダウンタウンデラックスの、うん、中崎選手、オープン戦もいや、そうだね楽しみ、ほんともう、つかみに行く、今側に回ってますからね、そうだね、うん、うん、気持ちシュッとしてる気がするはい、はい、ということで、まだ実戦形式のね、うん、練習等は少ないですが、はい、キャンプ前半戦、セリーグの気になった選手たちをご紹介いたしました、切れてる切れてる切れてる明日も最強ベースボール動画応援ですのでぜひチェックしてみてください、はい、ありがとうございました、なんかジャイアンツ、うん、岡本和真もやばそうじゃない、なんかこれはちょっとね、うん、三冠それ村田慎一さんが言ってたあの人村田慎一っていうの陽気なおじさんだとバンキシャ。ちげえよ。あー、栄冠はフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。